屈だわ。お裁縫もお人形遊びも読書も、全部飽きちゃった。外の世界は怖いものが多いって聞くし、出ていく勇気はないけれど。でも、主人公の外の世界に対する恐怖と期待が両方感じられる。そうか、こんな風に思いを乗せてくれたんだな。素敵な歌だから一緒に歌いたくなっちゃった。あなたの歌も素敵だったよ。もしかしてあなたもこの歌が好きなの？あ、ううん、うん、初めて聞いたわ。でも音楽家さんが歌ってるのを聞いてとてもいいなって思って。じゃあ一緒に歌わない？私が教えるから。あ、うん、うん。みんな行くよ。ほらこっちだよ。そっちに一体何が？この広場、いろんな人が歌ってる。あの背景。なんだか楽しそうな街だね。こんにちは、かわいいお嬢さん。私は踊り子をしながら、ここで音楽家として歌も歌っているの。よかったら、聞いていってちょうだい。私の歌も聞いてて、絶対損はさせないよ。ここまでは順調だね。みんな緊張することなく自然に役を演じられているし。演奏も素晴らしいね。自由な街や浮き立つ主人公の心情を見事に表現できているけれど、本番はこれからだ。ルルが街で出会った人々と友達になり、自身も音楽家を目指すようになった矢先、屋敷を抜け出していたことが執事に知られてしまう。心配をかけたことを反省した彼女は再び退屈な毎日に戻ることを決める。さてここからが正念場だよ。ねね、退屈だわ。昔よりずっと、まるで色のない世界を生きてるみたい。だって、知ってしまったんだもの。音楽の素晴らしさも、歌を届ける喜びも、けれど。あの子に合わせて！この声、屋敷の外から聞こえたけど、もしかして、門の前に、みんなが。お嬢様はもう屋敷を出ることはありません。どうぞ、お引き取りくださいませ。それって、あの子が言ったの？はい。もう、あなた方に会うつもりはないと。そんな。
初めて会った時の。ねえ、聞こえてる？また一緒に歌おうよ。あんたの夢、本当にこれで終わりにしていいの？私にはそうは思えない。ルルちゃんの歌、私ももっと聞きたいよ。でも、大丈夫、勇気を出して。夢を追うのは簡単なことじゃない。自分の意志を貫くことも。でもあなたには私たちがついてるわ。私が作った曲、こんなに心を込めて歌ってくれて、愛理先輩、ありがとうございます。みんな、ありがとう。歌と出会った時の感動と情熱を思い出させてくれて、前に進む勇気をくれて。だから私、答えたい。ありがとう、みんな。みんなの思いが乗ったこのステージを、私の歌で最高の形に。すごい。ねえ、今の歌。うん、ルルだ。今の素晴らしい歌をお嬢様が。一緒に歌いましょう。これからもみんなで一緒に。